こんにちは。こんにちは。いや、こんにちはのがあって続くのかと思ってます。大河原ですと、今日初登場の山崎先生。はい、山崎義太郎です。よろしくお願いします。はい、僕と山崎先生は、たまびのグラフィックデザイン出身 で、はい、僕はムサビの視覚伝達デザイン出身で、うん、2人でね、次第コースの主に、はい、見ております。はい、で今日はですね、入試再現を今日はちょっとこう動画を見ながら解説していこうと思います。はい、つい先日ね、たまびのプロダクトデザインに現役合格したひーくん、はいはい、の、プロセスをちょっとこう見ながら、うん、まあ、解説したりしていこうかなと思います。はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。うん、うん、まあまあ今パネル敷いてるけど、うん、本番はこうボードのみですね。まあ試験本番だとパネル使えないし、うん、ボードのみだから結構やりづらい ね。こういう風に立てかけて書くのも結構やりにくかったりはするんですけど、うん、今日はまあパネルを使ってね、うん、やってもらっています。はい、制作時間5時間なんですけど、本番はそのアイデア出しから含めて5時間だから、うん、まあ、結構タイトなね、うん、ものにはなるのかなとですね。うん、T 君は、うん、手よりも先に想定物を描いたんですね。当たりを取った感じなのかな。そうだね、うん、珍しいね。やっぱこの包丁を研ぐ砥石、うん、あの箱状のものだから、うん、なんかそこでこうパース感とかしっかり取るっていう意味合いもあるのかな、うん、最初にこう描くと、うん、試験の再現なんで、うん、まあ、構図感とかもちゃんと頭に入ってると思うから。そうね、多分本番もうちょっとあの探り探り進めたとは思うんですけど、だいぶ一色目塗ってきました ね、 ましたね。基本的に今なんだろう、上面上面以外のところにこうトーンを乗っけてる、同じ立面、うん、こう手のこことか、うん、直行体のこことかっていうだね。うん、うん、小指をね立てながら、うん、そこは重要なポイントですね。うん、これは今、うん、まあさっき立面の影乗せつつ、うん、ここら辺ね、うんうん、両線をにちょっとこう入り始めてるのかな、うん、この辺の、うん、一段階強い感じで乗せてってますね。うんうんうん、あで指の多分この辺からちょっとディティールをプラスしていくんじゃないですかね。うんうんうん、うん、爪とか、シワとか指のシワとか、うん、はいはいはい、もう迷いのない、はいはい、うん、まあ、再現だからね。再現だから、うん、確かに再現で迷ってたらそうですね、うんうん、で、包丁の先っちょのし、あ、ちょっと水滴、水滴みたいなの、はい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 、うん、ディティールももう早めに描いてるんだな。うん、結構最初からこういうディティールもね描くんです ね、 ね、はいはい、これ想定で描くっていうのがやっぱりこう肝というか、うん、見ないで描くにはね、うん、ある程度こうそのものを知ってないと描けないんだけど、うん、包丁の形とかすごい、ね、いい感じに取れている、うんうん、素晴らしい、素晴らしい、もうできつつあるね、うん、全体感はもうほぼ、うん、バッチリですよね。わかりやすい、うんうん、この時点で空間的な差みたいなのが、うん、かなりしっかり出てるですね。うん、まあ、T 君はこのなんか空間みたいなすごい意識して描く人だったかなっていう、ね、確かに確かに、うん、感じの印象がありましたね。うん、結構こう普段の課題でも、うん、得意なポーズでができたというか、うんうん、うまく当てはめれてるなって感じ。うん、今試験本番だとあと2時間、うん、もうベース決まってるから、うん、あとはもう速攻に合わせてガンガン書き込んで、そうですね、うん、強くしていくとこですよね、うん、もうこれは見えてるでしょ、うん、もう見えてますよね、勝ちパターン、うん、理想的、うん、調理器具でこう包丁研ぐっていう選択肢はあんまいないんじゃないですか ね、 ね、アイデア的にもインパクトがすごくある、うん、ありそう、うん、まあ、ディティールをどんどん描いてます ね、 ね、設置を描いたり、うんうん、もうこれ多分
試験本番でもだいぶ最終盤で、うんうん、書いては確認書いては確認っていう、はいはい、うん、やみくもに手を入れずにね、うん、やっぱすごいなって思うのはその最初のこの光の印象っていうか、うん、が密度濃くなってきてるけど、うん、最初の印象はこうキープしたまま、そうですね、言ってるところが冷静に判断してるなっていう、うん、感じしますね。完成のイメージがすごいしっかりと最初からある感じしますね、うんうんうん、これ完成なのかな、完成、あ、完成ですね、うん、出来上がりました、出来上がりました、うん、こう包丁の存在感、うん、やっぱ最初に目立つっていうのはすごくいいな、想定物の強さっていうのはすごく大切だと思うんで、うん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 、それが見えてきてるのはいいですね、うんうん、なんかリアリティあるっすよね、うん、包丁のこう厚さとか、うん、なんか硬そうな感じとか、うんうん、ですね、うん、なんかこう傷がついて使っていく上で傷がついた跡とか、うん、なんかこの絵に刺さってる部分に、あ、そこね、金具みたいな、ね、金具みたいなものがあったりとか、そこなかなか知らないと描けないよね、うん、そういう感じ、うん、はい、はい、じゃあみんなも頑張って、頑張ってください、はい、さよなら、さよなら。